365GT4BB はイタリアの自動車メーカーフェラーリが1973年から1976年にかけて製造販売したスポーツカーである。BB とはベルリネッタボクサーの略で2ドアクーペ、水平対向エンジンを意味する。ただし実際のエンジンは水平対向ではなく180度の V 型である。フロントエンジンだった 365GTB。 4の磁期モデルとして1969年3月に開発計画がスタートした。チーフエンジニアはアンジェロ・ベレー、パワートレインの設計はジュリアーノ・ディアンジェリス。軽量化、空力的ボディの設計、将来的なミッドシップ車両量産ノウハウの蓄積を目的に開発が進められた。1972年1月25台限定で、 生産計画決定がされたがその後直ちに50台に増加された。1973年10月生産開始時には、すでに注文が250台を超えており、1974年用として150台の追加生産が決まった。さらに1975年と1976年、合わせて131台が追加生産された。 軽量化により軽快な運動性能を得たが、リアオーバーハングの重量が大きいことや、エンジン搭載位置の関係で重心が高いことから、ハンドリングは良くない。また 385PS、最高速度時速 302km を交渉したが、実態はそれに遠く及ばず、福野零一郎によるテストでは、最高速度は実速で、時速 280km に過ぎず、 動力性能から逆算された最高出力も290から 300PS 程度とみられる。自動車排出ガス規制対策として、排気量を 600cc 拡大した 512BB へとマイナーチェンジされる形で1976年7月に生産を終了した。総生産台数は387台。デートナノ V12 をバンク角180度に広げ、 トランスミッションの上に重ねた石ゴにスレイアウトを採用していた。この基本型はテスタロッサの最終進化型となる F512M まで使われたが、当モデルでクランクセンターが地上 588mm と非常に高く、レイアウト、パッケージも含めて非常に問題が多いものだった。またこのモデルよりカムシャフトがタイミングベルト駆動となった。 これ以降しばらくの間、フェラーリのエンジンでは特殊な限定モデルを除き、すべてタイミングベルト駆動が採用されたが、大排気量、高回転、高出力、大発熱量のエンジンではデメリットばかりが目立ってしまい、圧き伝統となった。現在は 456GT のエンジンを継承する612を除いては、チェーンドライブに回帰している。 DEA センターのコンピュータ計算による支援を受け、フェラーリとしては初めてオールスチールボディを前提に設計されている。シャーシはそれまでのフェラーリに採用されてきた複雑なラダー構造ではなく、必要限度ギリギリまで単純化されている。インテリア材、エアクリーナーケース、トランクルームは FRP、カウルはアルミニウム合金とコスト上昇をいっとわず軽量化され、 リンで 1236kg となった。実測データでも 1247kg である。幻のスーパーカー P143。幻のスーパーカー P140。ありがとうございます。